内閣総理大臣の安倍晋三でございます全国市議会議長会第93回定出総会が本日盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます市議会議長の皆様におかれましては日頃から住民に最も身近な代表として地方自治の最前線で地域社会の発展や地域福祉の向上のため ご尽力されていることにこれから敬意を表します地方の活力なくして日本の活力なし地方の未来を切り開いていくことなくして日本の未来はないこれは安倍内閣の基本姿勢であります我が国にはそれぞれの地域の皆様が守り育ててこられた豊かな自然固有の歴史や文化 独特の特色ある農林水産物食品などの魅力が溢れていますその魅力は海外にも知れ渡るようになりました神戸ビーフや青森のリンゴだけではありませんさつまいも柚子味噌醤油など地域の高品質な特産品を輸出する事例も増えております こうした地域の魅力を一番よくご存知なのは、その地域に住んでおられる住民であり、本日お集まりをいただきました。市議会議長の皆様方はまさにその代表です。住民の先頭に立って活力あふれる地方の未来を描いていただきたいと思います。地方創生はこのような地方の持つ魅力を最大限生かし、 その可能性を大きく開花させ若者を引きつける個性豊かな地方を作り上げていく挑戦でありますふさとへの情熱を持って地方創生にチャレンジするそうした地方の,皆さ,んの皆さんを安倍内閣は情報面、人材面そして財政面から全力で応援してまいります 安倍内閣が進めてきた経済政策、いわゆるアベノミクスの効果は全国各地で着実に波及しています有効求人倍率は47都道府県すべてで1倍を超えました史上初めてのことであります平成28年度における 高校卒業者の就職率も前年比0.3%増の98.0%と26年ぶりの高い水準となったところであります今日こそがこれからの成長の主役であります日本はまだまだ成長していくことができるその未来をつくるためアビネミクスによる 経済の好循環をさらに前に前進めてまいります。安倍内閣としては引き続き地方の行為に徹底して耳を傾けるという姿勢で地方の努力を応援し住んでいる皆様がそして子どもたちがその地域に夢や未来を託すことができるような そういういいいい日本を作り上げていきたいと思います議長の皆様におかれましては今後とも常に住民と向き合いその多様な意見を汲み取りながら遺憾なく力を発揮されますことをご期待申し上げますとともに国が進める諸政策へのご理解とそしてご協力を 改めてお願い申し上げる次第でございます結びに全国市長会全国市議会議長会のますますのご発展と本日ご列席の皆様の一層のご活躍を記念いたしまして全国市議会議長会第93回提出総会開催に際したのご挨拶とさせていただきます本日はご正解おめでとうございました